うちの父ちゃんがサジ流したらあかんで、今日は6億のコケってる入ってるけん、ケンちゃんわからんのかい。サントリーの社長や、うちなあケンちゃんな、関西電力嫌いやねん、だから地下発電にしてんねん。ケンちゃんだけに心番号教えたるわ。ケンちゃん好きなのやるわ、一回持って帰り。大阪っていうとね、当時可愛がっていただいたのがこの方ですよ、大谷雅子さん。はい。ね。お父ちゃんが。お父ちゃんが、うちのお父ちゃんがっていうね。大谷さん。これね、大谷さんの僕映ってますね。見えますか？素晴らしい方でね。この方お酒も飲みません。マハラジャクルーズをね、ホットお湯にね、レモンスライスを50枚ぐらい潰したやつしか飲まないんですけど、うん、今でも夢であったのかなと思うのはね。カバン持ちがいるんですよ。こうやってカバンを持っててね。はいはいはい、で、大谷さんがね、サジ流したらあかんで、今日は6億のコギってる入ってるけんって言うんです。6億、うん、あの当時よ、はい。40年前。今で言ったら20億ぐらいか。はい。誰ですか？カバン持ってる。サジさんって今。ケンちゃんわからんのかい、サントリーの社長やーってね。社長にカバン持ちさせてて。まあ今だからいいでしょう。お父ちゃんがっていうのは作られたもので、よくお父さんの腹巻きしてましたけども、実はね、普段はね、本当に実業家で、おい、何してんねんってこんな感じでね。お父ちゃんは作られたの。それでね、関西テレビ行った時かな、付き人の人が、各子会社のね、はいはい、売上発表、報告に来て怒鳴りつけてる姿を楽屋で見てね。あ、楽屋で、ね、それで家に呼ばれて行ったんですよ。はい、家がビルだから。見てね。うちだけちゃんだ、関西電力嫌いやねん、だから自家発電にしてんねんって言わけわかんないこと言ってました。当時で自家発電。そう。これで、ね、なんか石油だかガソリンかなんかで自家発電してたんでしょ。はい。で、家の中にね、かっこいい寿司バーがあって、はい、で、部屋に通されたの、寝室。うん。オールピンクなんですよ。で、枕元にピンクのプッシュ本があって、ケンちゃんだけに心番号教えたるわ。いや、俺、電話することもないからって、わーわーって聞かなかったんだけども、当時、大谷さんのお父さんっていう、お父ちゃんがっていうのはね、はいはい、帝人の筆頭株主だったんですよ。はいはい。で、ボルボってあるでしょ、はいはい、今でもある、はい。あれの日本の輸入元っていうのは帝人だったんですよ。はい。で、家行くと8台ぐらいあるの。車が。そう。で、リムジーのボルボもあって、はい。ケンちゃん、好きなのやるわ、一回持って帰り。いや、大谷さんね、俺、車庫代払えんからいらんわ、つってね、断ったんですけども。まあ、海外はさすがに飛行機だったんだけども、大谷さんは東京来るのも、飛行機が嫌いって言って、うん、リムジンで来てましたね。ああ、そう。うん。で、僕はミッドナイトイン六本木の時も、うん、言ったら東京まで車で、リムジンで来ていただいて、ミッドナイト六本木に、マハラジャからかな、ゲスト出ていただいたんだけど、マハラジャの宣伝をお願いしたのに、何度もしないで、財団のね、バレエ団を持ってたんですよ。まあ、はいはいはい。そのチケットの宣伝ばっかりしやがってね、俺は横でこのクソババアとか思いながら。でもね、今生きてりゃすごかったね。最後はね、僕、週刊誌で見たのをお亡くなりになるときに、一人娘さんと遺産、娘ってことはないの、なんか遺産相続で揉めて、最後お亡くなりになったっていうお話聞いてますけどね。